宇佐市の史跡公園、宇佐不動記の丘の中にある大分県立歴史博物館。国東半島や宇佐を中心とした県内の歴史や文化を学べる貴重な文化財を展示しています。平城天の方では国東半島の仏教文化だとか宇佐神宮の歴史とかを紹介したコーナーがあります。注目する展示として福地王道の復元模型というのがあります。これは創建当初を再現したものです。これをですねプロジェクションマッピングとともに紹介していて、お客さんからは好評で、また驚きの声が上がります。平城展の他にも展示内容を変えて特別展、企画展を開催しています。当館ではですね、この企画展という形で年間3つ4つ大分の歴史を紹介するような展覧会を企画して打っています。特に秋には特別展といって、1年間で一番大きな展覧会っていうのを行うようにしています。今年は大分野球栄冠が大分に輝いた時というふうな形で、かつての大分県の野球に栄冠が輝いた時というものを写真とかあるいはこう資料によって追いかけていこうというものです。さまざまな展示に触れて、より深く大分の歴史や文化を知ってみてください。昭和の町のお肉屋さんとして豊後高田市で愛される創業74年の老舗肉の金岡。その3代目の金岡紀之さんが、これまでの経験を生かして地元で飲食店をしたいという思いから、今年6月に焼肉の愛次郎をオープンしました。うちのおじいちゃんの代の方からお肉の小売りだったり行商を始めてですね、3代で自分になるんですけども、そうやっていく上で地元でどうしても飲食店もやっていきたいなという思いがあり、お肉屋さんを生かした何か飲食店ができないかなと思い、すぐ思いついたのが焼肉屋さんでした。提供するお肉は豊後高田市で生産されている豊見牛や県ブランドの大分和牛など県産の食材にこだわり、お肉屋さんが営業していることもあり、鮮度は抜群です。おじいちゃんの名前を使った牛肉の盛り合わせが愛次郎盛りってあるんですけども、それをメインで今出させていただいてます。大分和牛だったり豊見牛だったり地元の牛肉4種類を盛り合わせでセットにしてお出ししております。父親でもあり肉の金岡の2代目金岡継夫社長も紀之さんを応援しています。息子のやっぱりそのエネルギーですかね、その夢に押されてですね、自分が元気の間はなんとかこう手伝っていける部分はしっかり手伝っていこうという気持ちには変わりました。昭和の町の焼肉屋さんということで、皆さんに喜んでもらえるような店作りができるということで、私自身も息子に期待してますし、そういう喜びというですかね、それは感じています。本当にお客様をお客さん呼んでいただいている状態なんで、すごく感謝して、ちょっと真面目に一生懸命頑張っていきたいと思っております。でまずは、地元のお客様に知っていただいて喜んでいただいて、自分らも形を作り、で今後ですね、昭和の町の観光のお客様に地元のものを食べていただけるような空間を提供していきたいなと思っております。